こんにちは、ガルボです。はい、ではね、中国史攻略やっていきます。で今日はね、いつも通り復習テストやっていきましょう。範囲は5題10国です。ただ、まあ、そんな、問題にするような問題もないので、4つ用意しましたんで、まあ、いつも10個なんだけどね。この問題を解いてみてください。動画を止めて。はい、ではスタート。はい、ストップです。じゃあカメラさん答えお願いします。はい、今日は4つなんでね、結構、まあ少ないね。じゃあ1個目、五代の2番目の国は何かと。正解は江東ってやつだったね。まあここで聞きたいことは、まあ、2番目の国が何なのかっていうのじゃなくて、この五代っていうのの順番ね、ちゃんと覚えててくださいよっていうのを聞くために、出した問題です。ちなみに五代最初から言えますか？今言ってみてください。最初の国、2つ目の国、3つ目の国、4つ目の国、5つ目の国。はい、全部思い出せましたか？脳の中に。高陵、高徳、高進、高官、高州とね、この呼び方で合ってるのかはちょっと微妙なんだけども、これね、順番ちゃんとね、覚えるようにお願いします。はい、では続けて2つ目。武力による統治を何という？正解は武断政治ってやつだったな。まあこれはいいや。続けて3つ目。新興地主の別名は？はい、これ慶政子ってやつでしたね。で、4つ目の小作人の別名は？これが伝子っていうやつでした。まあね、5代10国こんぐらいですかね、覚えるのはね。はい、この4つ、全部できてた人、本当に素晴らしいです。マジで素晴らしい。これ全部できれば、まあセンターは余裕でいけるねっていうレベルです。はい。でちょっと一番で間違えちゃったっていう人、復習いつも通りお願いします。はい、じゃあ復習テストこんな感じで今日は早めに行きます。で、今日やる内容はズバリ北方民族ってやつです。北方民族って、はい、ここを注意してください。ちゃんとね、北の民族です。つまり、今日やるのは、中国を支配したのではなくて、国ではなくて、中国の北にいた民族で、中国に関わりのあった民族の話をします。つまりここでごっちゃになりやすいんでもうちょいやるけど、まあ俺もね、結構ねごっちゃになってたことがあったんでね、まあちょっとちゃんとやっとくけど、まあ五代十国があったわけじゃん、時代の流れね、こっからでやっていく時代の流れね。五代十国があったわけで、まあ、これが乱れてたと、前回まで。で、これでね、この後やるんだけど、916年に、この辺に、遼という国ができます。まあ北方民族だね、今からやる、こいつがやります。こいつができます。で、こいつが、こいつができて、さらに北方民族では残り2つできるわけなんだけど、その間にこの五代十国っていうのがなくなって、政治が良くなってまとまってきて、中国にここに、北宋という国ができます。で、この北宋ができた後にさらに北方民族がここだったり、ここら辺だったりできるわけなんだけれども、で、なんでこんな細かく言ってるかっていうと、さっきも言ったように、このね、遼がね、この時代、この中国をずっと治めてたとかね、こんがらがっちゃう人が結構いるんでね、一応ね、説明をしておきました。で、今日やるのは、まあ、さっきも言ったように北方民族という話です。じゃあまず、一つ目の国として、今言ったんだけど、遼という国をやっていこう。これは、916年にできた国で、モンゴル系の契丹族っていう人たちが作りました。で、遼という国は実は途中から変わった名前で、最初はね、この民族通り、契丹っていうふうに名乗ってたんだよね。まあそれがなんか何年か、まあそこ覚えなくていいんだけど、途中で遼という国に変わったっていう話。で、作った人はヤリツ・アボキっていう人、やべえ、漢字むずいと、いうことで、これね、覚えてください。これ難しいです。ヤリツ・アボキと。まあただなんか、まあ見ると、これヤって言うじゃん、これリツって言うじゃん、アって言うじゃん、ボって言うじゃん、キって言うじゃんっていうふうに、まあ当て字だね。なんで結構意外と簡単に覚えられると思います。で、ヤリツ・アボキさんが建国したのね。で、そういう建国したのは東モンゴル、モンゴルの東の方、まあここに適当に書いちゃうよ、資料集見てね、モンゴルあんじゃん、これに、これの東を、まあ最初にね建国して、
まあ、こいつらが広げていく中で、この後に、926年に、渤海というね、ここら辺に、あ、これ朝鮮半島書いた方がいいな、これにね渤海という国があったんだけど、はい、ここ926年、渤海、漢字も書いておきましょう。ごめんなさい、一応ね、こうやって書くんだけどね、っていう国潰して領土広げて、さらに西モンゴル平原も潰して、めっちゃでっかい、民族になりましたよと、国になりましたよっていう話です。で、こいつらで、ね、覚えてもらいたいのはね、残り2つだね。ここにも書いてある通り、1つ目、英文十六州っていうのを中国じゃない、五代十国から獲得しました。でどこの国かっていうと、後進っていう国、これの後進かなの石系統さんっていう人が、くれました。でなんでくれたか、建国、後進を建国するのを助けたからです。それのお礼でこの土地をもらいました。英文十六州もね、資料紙で確認してもらいたいんだけど、中国ここにあるじゃん、したらこの北方民族との間ら辺にある土地です。はい、資料紙で確認しておいてください。で、これは、まあ覚えてくださいと。でもう一つ覚えてもらいたいのが、2004年です。はい、これ何て読みますか。はい、俺の高校時代、これ円縁の名って呼んでました。なんだこれ、円縁の名かって覚えてました。これ実は千円の名って言います。むずいね、俺はなんかもう読めなかった、この時代、なんか高校時代。千円の名っていうのを北宋と和を結びました。はい、でここで注意なのが、この936年と1004年っていうのの間で北宋っていう国が中国にできてるっていう話です。これね、こんがらがんないようにしてください。この間に、できてます、960年ぐらいに。で、この北宋さんができたんだけど、まあ領がね、これ幸いにと、北宋攻めまくります。北宋攻めまくります。で北宋さんたまったもんじゃないよね。だからなんとかしてください、領さん、すいませんお願いしますっつって、結んだのがこの千円の銘ってやつです。で、これ建前上、宋が兄、領を弟として国境を維持、つまり宋が上の位みたいな感じで、中国のこの北宋の建前はね、一応上の身分として扱ってはくれていたんだけれども、実際は宋が領に毎年多額の銀や絹を送ってたと。まあまあね、わかるでしょ。まあ送ってその代わりね、助けてくださいというふうにやってたんです。はい、まあね、領はね、政治的に覚えることはこんぐらいです。じゃあ続けて社会についてやっていきましょう。どんな感じの社会だったの、社会状態だったのっていう。はい、こんな感じに2つあります。1つ目は二重統治体制、2つ目は吉旦文字。なんじゃそりゃと、まあ吉旦文字は分かるかもしれないけど。でじゃあまず二重統治体制からやろうか。この時代ね、領、統治体制、統治のやり方を2つ持っていました。なんでか、領ってさ、英雲十六州ももらったわけじゃん。そうすると当然ここら辺には中国人が住んでるでしょ、もともとの、まあ漢民族なんだけど、その漢民族さんたちにさ、この遊牧民と同じ生活スタイルやらせたらさ、中国人困っちゃうよね、困っちゃうよね。そこでじゃあ分けましょうかっていう話になって、じゃあ遊牧民は部族制にしましょう、農耕民は、つまり漢民族、中国人さんたちは集権制にしましょうっていう話になったんです。これをまあ2つ、統治体制があるから二重統治体制というふうに言うんですね。集権制とかは前やったから大丈夫だな、部族制もそのままだ、なんかまあそのままの意味だ。でこの北面館南面館っていうのはそれぞれ、あれです、官職のまあ名前です。まあね、これはで、まあ官職の名前なんだけど、まあこの北南違うっていうのを気をつけてねということです。まあこれの覚え方簡単でしょう。まあ、遊牧民は北に住んでるから北面館、農耕民は南に住んでるから南面館というふうに覚えてください。まあ、たまに、これがね逆になってね、間違い問題とかでね出てくる可能性があるんで、まあ、一応覚えておいてねっていう話です。はい、二重統治体制こんな感じ。じゃあ続けて2つ目、
吉端文字を作成しました、まあ、つまりこいつらの文字を作ったということです。で、まあ詳しいことは後でやるんだけど、ひとまずまあ海斗義乃は解読ができてません。全部できてません。未だにね、これを覚えておいてください。後で細かいことはやる。じゃあ続けて、領という国はこれで終わりです。じゃあ2つ目の、民族をやっていきましょう。2つ目の民族が、カメラさんこちらへお願いします。はい、聖火という国です。西に夏って書きます。でこいつらができたのは1038年から1227年の間までありました。で、ここで注意してもらいたいのは、聖火がここに量あるね。聖火が建国された時にはもう北宋はできてたよっていう話です。まあここね、覚えておいてください。で聖火はここら辺にできました。はい、資料集確認しといて。で、こいつらはチベット系のタングート族という人たちです。でタングートを漢字で書くとこんな風に書くのね、東高っていうのかなっていう風に書きます。で建国したのはこいつ李元昊です。ですで、こいつらもね、北宋とね、和議結びました。北宋さん助けてという感じで、和結んで、これもなんかね同じような内容です。こっちの場合は宋を君君、聖火を神として国境を維持してました。兄弟じゃないからね。でその代わり宋は聖火に毎年多額の銀と絹と茶などを送っていましたっていう話です。まあね、そんな変わんないんで、千円の名とはね、まあセットで覚えておいてください。まあここまで聞かれることはほぼないので大丈夫です。はい、ではね、聖火の社会状態について2つほどあるのでやっていきましょうか。1つ目、東西交通の用地でした。まあつまり、まあ、消しちゃったな、ごめんな、もう一回書くけど、これ成果あるわけじゃん。でさ、まあこの時代ってこういう風なルートで、西の国とかと、まあこれのインドとかと取引をしてたわけよ、商品のね。でその辺のちょうど真ん中の土地にあるわけじゃん。で、そういったことから内陸のね中継する貿易で盛んになりましたよと、繁栄しましたよっていうことが、まあ一つ目で覚えてもらいたいことなんですね。まあこれは土地がここにあるからっていう理由です。じゃあ二つ目の理由、社会状態としては、まあ聖火文字っていうのを作りましたと。で、まあ聖火文字はかなり解読が進んでいるということです。じゃあちょっとね、ここでね、吉端文字と聖火文字の違いについてちょっとちゃんとやっておこうか。ここはね、僕が受けた、時の入試でどこかの大学が出していました、まあ、どこかの大学とはまあ言いませんけど、結構皆さんが受けそうな大学です。はい、で吉端と、聖火と、まあそんな変わらないんですけど、まあ一応やっとくと、まず吉端の特徴として、大字と小字と、いうものがあります。なんじゃそりゃと、何字が大きい字と何ちっちゃい字を交互に使ってんのみたいなこと思っちゃうよね。いや俺も思ってた。全然違います。実は違うんだね。大字っていうのはこれ何かっていうと、表意文字ってやつです。なんじゃそりゃと、意味を持った字のことです。まあまあ後でやるよ。続けて小字っていうのは何か、表音文字、これは音を持った字のことです。例を出して考えていこうか。まず表意文字の方、例えば土っていう漢字あるよね。これってこの文字があるだけで僕らは土っていう意味を想像できるよね。
こんな風に文字だけ、文字を見ただけで意味が分かるようなのを表意文字って言って、それがさらに言うと大事っていうやつなのね。じゃあ続けて表音文字、これも例出そう。じゃあアルファベットの E、 はい、 E 何の意味を表してるでしょう。分かんないですよね。例えばここに GG つけたらエッグ、ああ卵だなっていう風に想像できるけど、これが E だけじゃ意味分かんないよね。こんな風に、音は持ってるんだけど意味を持ってない文字、これを表音文字っていうのね。でそれがさらに小字っていう、この2つを、持ってるのが吉田文字っていうやつです。で、成果文字も実は大事小字っていう意味、という言葉では使われてないんだけども、表音文字と表意文字っていうのは持ってます。で、こいつらの違い、一番の違い、これは、黒板にも書いてあった通り、こっちは解読できてる、あ、ごめん、こっちは解読できてない、こっちが解読できてる、これがよく出やすいので違いに注意。ちなみに僕が受けたバカな大学で、もう本当に意味わかんない大学はこっちじゃなくてこっち切ったんだけどね。まあこれもちょっとおかしいな感じだったけど、本当はこっち聞いてくるのでこっちを覚えておいてください。まあこんなのも話あったってことでね、まあ覚えておいてくださいっていう感じです。はい、こんな感じかな。あともう一つ超マニアックな話していい？超マニアックな話、これはもう歴史好きとか、あとは本当になんか本当に意味わかんない、本当になんだこの問題出す大学はみたいな、ね、上智とか、あと、学習院とか、あとは早稲田のどっかとかね、そんな感じの大学で、一応覚えておいてもらいたいのは、受けるときにね、これちょっと専門用語なんだけど、制服王朝っていう言葉があります。制服王朝、これはアメリカの学者、ウィット・フォーゲルという人が作りました。という人が作りました。で制服王朝に属する王朝は、全部でね、4つしかないんですよ中国。いきますよ。行、そしてあとは残りに、まだじゃやってないやつね、金、あと元と信と、まあこの3つはまだやってないと。量は当てはまる。じゃあ制服王朝の意味何と、先生、これは簡単です。根拠地を持ちつつ中国の一部または中国の王朝を支配していること。はと、それも意味わかんねえよって話だよな。まあ本当に簡単に言うとね、まあ領はできたわけじゃん。で根拠地っていうのは国ができた時の、あの中心の土地ね。まあ領の場合、まあこれにしよう。で、領はこの、国が出た時の、できた時の中心の土地を持ちながらも中国の一部、つまり燕雲十六州っていうのを持ってたよね。こんな風に、元々の土地を、中心の土地を持っておきながら中国を支配している、一部を支配している土地、国っていうのを、制服王朝という風にウィット・フォーゲルは名付けたんだっていう話です。これはね、まあほぼ出ないんだけど、まあ頭の中に軽く入れといて、ウィット・フォーゲル聞かれるかもしんないからね、もしかしたら、もしかしたら。よし、はい、こんな感じです、北方民族は。で、こんな感じで言ったけどもう一個あります、ごめん、金という国を、この後に次の授業かなやっていって、その後に北宋について授業をしていきたいと思います。はい、では長い間お疲れ様です。次回も頑張りましょう。復習お願いします。